はい、皆さんこんにちは。ちょっと今まで一つ気になることがあるんですけれども、その私大学、日本の大学で勉強したんですね。そのいつも気になるんですけど、授業の時になんか日本人の大学生ってなんかみんないつもこう一生懸命メモを取ってるんですね、うんうんうん、でも実際ノート、日本の大学生のノートとかその見たことは全然ないので、はい、実際みんな何を書いてるんですか？多分日本人はまず書くのがすごい好きで、はい、あ、そうですか。小学生の頃から先生が黒板にバーっていっぱい字を書いたやつを自分のノートに全部写すっていう授業もあるんですよ、たまに、はいはい、それぐらいこの書かないと勉強してないみたいに思っちゃってる人が多いから、はいはい、あんまり重要じゃないこととかも、うん、とにかく書いて勉強した気持ちになるみたいな。なるほど。私はそう、そういう人も多いと思います。なるほど。だって僕たちその外国人なので、どちらかというとその漢字を書くのが結構大変なんですね。なのにその授業でその先生言ったことを全部メモするっていうのはすごく大変なんですよ。で、毎回私のノートでメモするとき、もうほとんどびっしりでひらがなで書いた漢字、例えばこの漢字は覚えてないなと思ったら、でひらがなで書いて、まあ、時々ベトナム語でも書くんですけどね。ただその先生の言ったことを聞いてベトナム語で書くのって少し時間かかるんですね。そうですよね、うん、だから聞いた言葉全部ひらがなで書いたんですね、はい、うん、だから僕のノートはあんまり綺麗じゃないんですよ、はい、でその大学生の時も就活の時も日本人の大学生を見て、なんか彼らいつもこう一生懸命メモを取ってるんですね、はい、なので今日もその少しその日本人が書いてるノート、日本人がメモしたものをちょっと見ていきたいなと思ってます。はい、見てください。はい、お願いします。はい、こちらですねこれどんなノートですか？はい、これ私の兄のノートなんですけど、私の兄が中学校1年生の時に野球を始めたんですね、はい、ほうほうほう。その時野球のルールも何もわからないから自分で勉強した時のノートです。ああ、だからこの感じ。そう、野球ノート。野球ノートですね。はい、はい、でちょっと見てみます。一番下に、あ、そうそう、だいたいここにタイトル書いて、ええ、でここに学年、はい、名前って書くのが普通です。はいはい、1年、うん、1年はこれ どんな高校？そう、中学1年生です。中学1年生ですね、うん、はい、で村上、うん、後ろの感じ勇気です。あ、勇気、はい、私の兄です。はい、ありがとうございます開けてみますね。はい、はい、じゃあ見てみましょう。ペルン、いっぱい書いてある。これは多分練習試合のなんか練習試合の振り返りかな。なるほど。この富士っていうのは学校の名前で、はい、その下はそのピッチャー、みんな野球わかるかな。でも野球全然わかんないかも、みんなそうそう、ボールを投げる人のボールがどうだったかとか、はい、その試合の内容が細かく書いてありますね。もしかしてこれ日記みたいなやつですか？そう、日記というか試合の振り返りです。試合でどういう試合だったかとか、反省、そう、反省、うん、分析、はいはい、これ縦書きですよね？そうですね、大体、あ、横書きですね、これは、はい、横向きに書いてある。はいはい、これ、この漢字はなんていう漢字ですか？凡例？凡例、これちょっとわかんない、この中ので、隣はそう、こう、しっかり、そう、試合とか、はい、こう、チームの会議みたいな、はい、ミーティングで、はい、監督がなんかやれって言ったこととか注意しないといけないことをなんかまとめてますね。なんかチームの目標とかも書いてある。これはチームのミーティングで話したことをまとめてるみたいなんですけど、はい、あ、そうですね、こことか、自ら考え判断し責任ある行動を取れる人間になりましょうって多分監督さんが言ったなんか自分で何でも自分で考えてやるっていうことですよね。そうです、そうです。なんか日本の部活動はそういう心の教育みたいなところが大きいので、うんうん、この下とか、はい、国旗は勝利の最大なるもの国旗
きっていうのは自分に勝つことです。なるほど。なんか自分が眠たいなとかサボりたいなって思っても頑張ることが勝利につながりますっていう。だから日本の部活みんな強いんだよ。そうです、本当に死ぬ気でやるんでこういうのはやってる部活は多いですね。はい、目標を書いてあったり、ああこの辺はルールとかかな。これは何かな、その野球でスコアを書くんですよね、はい、その野球のその試合がどんな試合だったかを書くそのやり方があるんですけど、はい、多分初心者で分からなかったからそういうのも勉強して書いてますね、はい、なんかもう私が見ても分かんない野球のルールです。これ黒と赤？そうですね、赤が大事なところ大体、はい、いっぱい書いてある、これは日記みたいな感じ。この日どんな練習をしたか、ストレッチしてランニングしてとかも書いてある、はい、でどういうことがあったか。うわ綺麗な日記ですねこれも。ちょっと聞きたいんですけど、うん、例えばその大学生、はい、みんなあの授業でメモしたものを汚くて、うん、その別のノートで綺麗にその書くっていうのはあるんですか？はい、はい、そういう人もいます本当に人によるけど、なんか私が今まで見てきた中でなんか字が汚い人って頭いい人多くて、はい、なんか私の友達とか適当になんかテって汚い字でメモ取るだけの人ってすごい頭がいいイメージ。なるほど、はい、でも日本人は書く人多いですよ。綺麗に書くことは何て言うかな、聖書？あ、聖書する。聖書する。そうそう、うん、授業で適当に下書きして、うん、でもう一回聖書する人もいます、うん、そういう勉強のやり方。あの鉛筆とボールペンはどっちのが使うのが多いですか？うん、あ基本鉛筆です。鉛筆、 あ鉛筆ですね。ボールペンはあんまり使わないんですけど、はい、なんかベトナムに来て青色のボールペン、そうだね、みんな使ってるの見て、はいはい、私もその日本語学校で、うん、ボールペン使ったら先生アドバイスしてくれましたね、うんうん、その日本人は大体みんな鉛筆使ってるんで、そうそうそう、それの方が修正しやすいって、うんうん、なんか本当に大事な書類だけボールペンで書きます。こう書き直したらダメなもの、はい、書類とか、あとは基本鉛筆ですね。小学生の時は鉛筆、はい、で中学生も鉛筆、なんかボールペン、シャーペンとか使っちゃダメって小学校の時は言われるんですよ。いっぱい書いてありますね。メンバーのみ練習。メンバーのみ練習。なんかメンバーっていうのはその上手い試合に出るメンバー。あ、そっか。なんかもう人数がたくさんいると試合に出れない。なんか A チーム、はい、B チームとかに分かれて、そうですね、そうシビアな世界。うわ。日本にいる留学生の皆さん、学校でしっかりメモを取ってくださいね、はい、できるだけ漢字で書いた方がいいんですよね。そうですね、はい、あのなるべくあの母国語で書かない方が、うん、あの勉強にもなるですね。そうですね、はい、皆さん頑張ってください頑張ってね、はい、ありがとうございました。